はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、マサです。本日もよろしくお願いいたします。プロ野球12球団レジェンドたちの3年間阪神タイガース岡田彰布編、本日は第2話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、前回ですね、岡田彰布新入生入学式を迎えたというところで、まあ、天才の野村、キャッチャー B の長田、そしてファーストの高橋と200超えが続々と入ってきた最強入学式、そしてですね、夏の府大会ですね、やっていたと。まあ、あの大差で勝ったというわけではないんですけども、1、2年生を中心にスタメンに出して、でそこで勝ち上がっていったというような形にはなりました。今回ですね、第2話は夏の甲子園、岡田彰布1年生の夏の甲子園をやっていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。この MK の記述映画ないんですね。本編にあっては2日に1回ショート動画ネタほぼ毎日配信してますんで、またチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは今日も一緒に頑張っていきましょう。お願いします。はい、というところで、今回は、前回ですね、夏の府大会終わったところで、まあ、決勝は8対0で勝ったんですけども、まあ、なんといっても投手陣がしっかり安定してたかなというところで、まあ、岡田も4割で金徳の切り込み対象を上げてます。パワーヒッター流し打ち、流し打ち固め打ち、そして威圧感も上げました。で能力はこんな感じで、星345と、まあ、結構ねいい感じで、まあ浅村菊池も強くなってきたんで、まあ、この形でしっかりとね、あの夏の、甲子園も頑張ってやっていきたいと思います。はい、というところで夏の甲子園の抽選会、いいですね、いいですね、どこもいいですね、どこでもいいです。まあ、真ん中たまには行こうか、真ん中で。はい、1番、最近1番多いな、1番の引き強い。まあ、琉球高校前評判 A と、じゃあ B ね。でその次は C やから、1回戦勝ったらいけるかなと。で、まあ、3回戦ぐらいに鎌倉義塾前評判 A が来るんで、小松島とかも、まあ、ちょっと強いところが下にはおるかなという感じではありますね。はい、甲子園のお祝いの品というところで、いらないな。はい、というところで1回戦の相手は琉球、前評判は B というところなんですけども、まあ、まずはオーダーの方を、言っていきます。1番は切り込み隊長のレジェンド岡田、2番がキャッチャー、キャッチャーの吉田3年生です。まあ、もしかしたら長田がね、1年生ながらキャッチャー B 持ってるんで、長田が出る可能性はかなりあります。1年生でこの能力です。そして2年生、ごめんなさい、3年生の菊池セカンド、サードが浅村、守備がちょっとね上手くなってきました。で、ライトは杉山3年生で、2年生のレフト、広角打法の小林、そしてセンターのどこでも守れる斉藤さん、はい、投手捕手、サード外野です。そしてショートは3年生守備の、尾崎というところで、エースはビタビタの長谷川、そして中継ぎエースの小山というところで、一応天才がここにいてます。263、そして長田もかなり能力高い、そしてもう一人の1年生高橋も能力高いと、まあ、打つ方が結構強いっていうような形になってます。で2年生中継ぎ入ってもらうのが池上というところで、このメンツで、夏の甲子園ですね、勝っていきたいと思います。さあ調子だけ確認して、一応長谷川を、まあ、ちょっと次火曜日なんで、もう調子の波が変わってしまうんで意味ないんですけども、まあ、一応ね、一応ちょっと使っておきます。さあここですね、まずは1回戦、前評判は B というところなんで、あんまり気は抜けない、杉山今回出すわ。このオーダーで行くんですけど、杉山を2番に持っていって、でその代わりキャッチャー長田で、レフト野村、1年生3人出します。これでいきましょう。はい、初戦は琉球ということで、やっぱりね、なんて言ってもキャッチャー B が大きいよね。ほんで切り込み隊長の岡田が出る、機動力が強い、そんなにでも強くないね、しっかりやってた、勝てる。あーでもこれはゲッツやな。あー、ほんで菊池がホームラン。菊池ね、府大会ではあんまり打ってないんですけど、甲子園でめっちゃ打つんですよね。さあここね、ここただね、岡田が夏の甲子園もう早速2安打してる。いやーちょっとね、杉山やばいよ、このままいったらベンチを温めることになってしまう。
ただね、やっぱエース、おお、エースの長谷川やるねーって言おうと思ったら、ここでツーランホームラン浴びる。まあでもね、長谷川が打たれたらしょうがないと思えるようなエースに育ってくれたんで、はい、ここは守備職に、はい、OK。 さあ岡田がまた出る。お前ちょっとこれやばいぞ、これで打たんかったらお前多分夏の甲子園出ることなくなるぞ。 OK よ、そう言ったら結構ね、おいおい、これやばいぞ。いや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 、もう全部セカンドゴロやん。いやちょっとピンチね、ピンチ。さあここちょっと集中して抑えたいよね。ただ相手調子もう絶望やん。おお、さだ、まあしゃあないしゃあないしゃあない。ツーアウトランナー二塁。さあここやぞ。オッケー。さあ尾崎はうまいんよね。はい、オッケー。尾崎菊池うまいんやけど、おい、ちょっと待て、ちょっと待て、この回で打たれるか。ちょっとホームランやめてほしいよね。しかもツーアウトから。はい、オッケー。はい、浅村いいね、ナイスキャッチ。いや、うまらったよ。でも浅村っつったら大阪桐蔭の時の、あの僕 YouTube 見たことあるんですけど、守備めちゃくちゃうまいからね。今はまだね、鍛えてる途中なんですけど、お前ここ絶対追いつくぞ。まずセンター返し、はい、ナイスバッティング。いやいや、おめえ返上したね。いや杉やん、おめえ返上したよ。ただね、これ初戦からこの点差いく。一回ちょっと励ますわ。ちょっとピッチャーおる。あ、小山行こうか。あ、いや、ちょっと長谷川行くわ。ちょっと長谷川行って、で次の回でもう代打行かせるから、でその後小山行くわ。この回頑張れ、まあ、ちょうど励ます使ってもうたし。 OK、 ゲッツ。いいよお前ら。菊池早球 A やねんけどね、あんなそれることある。お前かホームラン打ったやつ。しかも9番で、しかも6本打ってんの、うちの前剣みたいな。ちょっと警戒しすぎやて長谷川。あ、次がもうあの調子終わってるから、お前これに打たれたらやばいぞ。 OK、 インフィールドフライね。あ、インフィールドフライじゃない。これでツーアウトランナー。いや、打たせて取れ、怖えな。オッケー。はい、菊池。はい、うまい。はい、菊池ゾーン。さあ、ここよ。うわっ、ちょっと待って。あれ、使えてねえわ。急成長。さあ、斎藤さん。斎藤さん、これ、一発打っていいよ。いや、打たんなお前ら。これでツーアウト、ランナーありません。初戦からセットルがな、セットルがな。さあこれ超ファイト使って引っ張りで尾崎が3年生の意地を見せちゃうのかどうか。三振。いや三振。いやちょっと待って、ファーボール。ちょっとね、関本嫌な名前やな。阪神、沖縄の関本かい。しかも4番か。ちょっとここ打たれたらやばいぞ。はい、三振。いやちょっと待って、長谷川が初回から142球ももう投げとるんやけど、初回っていうか初戦ね、初戦、初回やったらやばいわ。初回140球投げとったらもう肩えぐれとるわ。いやでもここでギア上げてるよ。2奪三振。 OK。 あー惜しいな。ここ次代打行くからね。ツースリー。オッケー。はい、オッケー。吉とヒゲが取ると。ヒゲそれ。さあここよ。相手も113球。誰行こうかな。泉かやっぱり。バッター、なにわの稲妻。なにわの稲妻。
お、いいね、黄色い声援いいね。黄色い声援を背中に、まあ、うちね、あの魔物禁止なんで誰が打ち気かどうかも分かんないけど、打ち気なんかいらないから。はい、サードホームラン、どいだ、サードホームラン。さすがレギュラーを取られた男の一撃、まずは初戦突破。はい、というところでね、あのレギュラーを取られた男泉が最後一発まず打ってくれてサヨナラ勝ちを決めたと。うん、泉何も持ってきてないね。急成長がねちょっと使えなかったんが残念やったんやけど、まあまあそこはしゃあないと。はい、次2回戦ですね。はい、お、エズ学院、あ、まあまあまあどっちにしろ前評判はC で来る予定やったんで、まあそこはねいい感じですね。杉山、斎藤、菊池、まあ菊池で行こうか。じゃあ菊池はね変えることないんで、でねどうしようかな、長谷川で行って、ほんでこの辺変えるわ。ほんで長田も出したいから、泉も行きたいけどちょっとね守るとこがないんよね、守るとこがない。で菊池3番やから、まあ、斎藤もいいから、まあこれでいこうか。 OKOK、 これでいこう。はい、というところで島根の絵図学園というところで、ちょっとねまたねなんか最近毎回ねネットワークエラーで途中でね使えなくなるんですよね。で使えなくなったら音楽が使えなくなるから、せっかく設定した音楽が聴けなくなると、ショータイムが聴けないんですよね。まあ、これまず1点しっかり取ると。アイネス、うーん、2点取られる。ちょっとすぐ追いつかれたね。ちょっとね長谷川が今回あんまりピリッとしてないんですよね。初球から打ってった、モテモテのファーストゴロ。佐藤一塁キャンバス踏んでアウト。長谷川が打たれたらしょうがないと言ってはいるんですけど、斎藤ホームラン、長谷川ホームラン、そして岡田がツーベース。いいね、君たちいいね、そんなに打つ。持ち前の熱血が力を発揮する。さあここよ、ここ。はい、あーこれ無理ね。あれ俺野村出しとったっけ。あ、出してるの。だから1年生が長田、野村、そして岡田というところで、この3人がねもうすでに夏の甲子園でビタビタにも出てるというところではあるので、ちょっとね岡田多分サブポジ、あれ低いな、あの動き悪すぎる。ちょっと穴っていう穴になってしまった。 OK、まあまあまあそれを承知で出してるんやけども、かといってセカンドを守れせますかって言ったら今の段階では無理やから。打ちました。はい、次サード生かすかセカンド生かすかかなり迷うよね。サードも結構重要やから、ホームラン打たれとるんよね。これ岡田ついに出ましたね、第1号甲子園での。今のバックスクリーンやったんじゃないねえ、いい感じに打ってたよね。相手ピッチャー1年やぞ。これは進塁だかな。もうちょっとピッチャー変えるわ。浅村、いや魔物はいらんのよ。浅村も打ち気やねんなお前。はい、オッケー、はい、フェンチョク。さあセカンドはいける。ここよね、ここ。さあ来たよ天才。天才顔変えたのか、なんか普通の顔やもんな、おもんないもんな。いやー惜しい。佐藤ベースを踏んでツーアウト。さあここよ小林。さあ思考と小林、これね転がせでいいから1点が大事。ここはあーっと、キャッチャー取れ、あー帰ってこい。
無理か。そして今拾い直した。1点やぞ、1点。そうやな、完璧や。はい、いや、いいバッティング今の、素晴らしい。さあ、そして斉藤さんやけど、その前に小林走る。いや、ちょっとね、こう流し打ちで斉藤さん打ってくれるでしょう。ちょっと伸び足りない。まあ、ただね、斉藤さん夏の府大会3本打ってるからね。さあ、ここでいいね、ここで尾崎が出て、ほんで代打よ。泉行こうか、昨日のヒーロー。さあ、代打で結果出した男が、さあ今日も代打で結果を出せるか。タッチはセーフ。いいぞ。あー、これはどうだ、セーフ。あー、オッケーオッケー、まあまあしゃあないな。ランナーは一塁変わりません。富士打順。さあ、川原。めちゃくちゃ弱いやんこいつ。どないしたん、野手やばいな、野手の方がやばいやん。さあ、まず走る。さあ、これ強心臓使って。さあ、これ岡田いけるかな。でも打率いいよね岡田。いや、いい当たりやけどね。まあまあしゃあないしゃあないしゃあない。これでツーアウト。さあ、長田。いや、長田もね悪くないんよ。はい、オッケー。いや、キャッチャー B 大きいよね。さあ、菊池、まあ、ここで打たんと。3年生ホームラン10本乗したよね菊池も。57打点か。はい、オッケー。浅村がね意外とホームラン伸びてないんよね。もっと打てると思うんやけど、強振で打たしてるんやけど、まだホームラン6本やから。いや、でもね、いい当たりは打つんよこうやって。やけど、まあ、ホームランバッターじゃないんかな。打ってもおかしくないけどね。さあ、野村。いや、1年生がいいよねこいつら、ほんまに。ピッチャーまた変わった、また1年生出てきて。1年生多いの。あー、これは無理やな。はい、しゃあない。はい、最終回というところで、もうサードは泉の方がうまいんで泉行かせます。で、ファーストも高橋の方がうまいんで高橋行かせます。ほんでですね、行こうか、まずプレイで。さあ、まず小林が1人。昨日ね、ちょっとね、まあ延長は言ってるんやけど、まあ、競った試合ということやったんで、控え選手がね全然出れなかったというので、まあ言うてもね、1年生2年生をかなり出してるんで、その中で勝ってるっていうのはあるんですけどね。まあ、もうちょっとね早く長谷川の打順が回ってきてたら、どんどん変えていけたのかなとは思うんですけど、でも最後はねちょっと小山で締めたいよね、決勝戦とか。はい、 OK。 はい、まずは初戦突破。初戦じゃない、2回戦突破。はい、というところで、まあ、長谷川にもホームラン出たけど、岡田にねやっとホームラン1本目出たというところで、まあ、いい流れではあります。ちょっと野村パワーが4も上がっとるやんけ。岡田は？岡田2上がる。いや、いいね。こいつらマジいいわ。はい、次3回戦ですね。ここですね、ポイント。はい！あー、来たな、鎌倉義塾。ちょっとね、鎌倉義塾が強いんで、強そうやな。鎌倉ってどこ？神奈川。神奈川やんな。わあ、これどうしようかな。長谷川、菊池、浅村で、菊池で行こうか。菊池で行こう。ほんでちょっとフルオーダーで行こうか。フルオーダーで行くわ。ここはちょっと勝負やからフルオーダーで勝負しに行こう。はい、というところで3回戦鎌倉義塾というところで、おお、
いきなりツーベース打たれたけど、まあなんとかしのいだと。近畿の牛若丸。いや相手ピッチャー。マウンド上ピッチャーは山下。いやこいつ早く下ろせたらやねんけど、強いな、また強いな。打点95。いやちょっとね強いぞここ。ちょっとこれ点取れるか。掴んでこれで3アウトになります。いや長谷川にかかってるぞ。ちょっと今回は初めてキャッチャーを吉田で行ってるんですけど、うちが今ノーヒットノーランやられてるんですよね。まずヒット打とうぜ。ヒット、いやこの絶好調ピッチャー打てんぞ。打ちました。三遊間。オッケー、ナイス、初ヒット。菊池ナイスバッティング。うん、続かない。ただね長谷川も頑張ってるんよ。さあいいぞ。あー、あかんか。オッケー、外れた、帰ってこい。オッケー、同点。いやラッキーパンチ。いやまさかこういうチームがエラーしてくれると思わなかったね。はい、サード残念。はい、残念賞。さあここやぞ、まだまだ行こうぜ長谷川、お前なら打てる。早くこの山下を下ろしたい。三振ね。まだ2安打しか打ってないから。ここで吉田出る。ここよ、なぜ吉田をレギュラーに出したか。走れるんでしょ。セーフ。嘘。ちょっと待って、相手のキャッチャー肩なんなん、なんやこれ正解みたいな。いやそんな強ないやろ、レーザービーム持ってるだけやんけ。西海かよお前、なんやねん正解みたいな名前しやがって。いや間違えた。オッケーいいぞ、これはセーフだ。走れ、いける、セーフ。オッケー。いやちょっと待って、ここのツーラン痛いぞ。いやこれね、まずダイソーで黒田行こうか。でここ走らせる、セーフ。オッケー、セーフ。危ねえ、ここよお前、絶対行って返そうぞ。いや3対1か。落ちろ。オッケー、いいよ。うまくさばいています斉藤さん。いや斉藤さん、これ精密機械使って打たすわ。センター返しで、これ打ったらでかいぞ。いや取る、取る、マジ頼む尾崎、転がせやわ。ワンヒットショータイム。セカンドいけるか、これギリギリセーフ。オッケー、尾崎タイムリーツーベース、今日初めてのヒットになりました。さあここやぞ。バッターはピッチャー長谷川。いやちょっと待って、小山絶好調やから代打夏目いくわ。代打は夏目、この後小山でいくから。さあ持ち前のファイトが全面に出てきました。流し打ち、オッケー、ナイス、入れ入れ、チャー、代打逆転ツーランホームラン。見たかこの野郎、采配の采配的中。いや大きいよこの夏目。さあ小山行って、小山三者凡退、吉田ツーベース。乗っとるよ、乗っとるよ。さあ菊池行こうぜ。いいよ、切れていきます。ファール。いいよ、粘れ粘れ粘れ。山下引きずり寄せ。はい、ファーボール、変われ変われ。ラッキーボーイ、打てよ浅村。いやお前がブレーキなんよ、4番やのに。取りました。三塁はどうか。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁。オッケー、お前大体ノムケン行こうか、天才野村。さあ天才がここで急成長できるか。転がせ、初球打った、ライト前進。まあまあ悪くないけどね、しゃあないしゃあない。オッケー、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁。
小林、お前さっき打っ、まあ、で進塁打打ったからね、まあまあ十分やわな。三浦一塁ベースを踏んでアウト。スリー。オッケー、このまま野村行かせて、これで行くわ。小山まだいけるか、頑張れよ。あ、最終回か。オッケー、じゃあまずくせ者使って、いいよ。いやこれね、ほんまにほんまに小山がいてくれてよかった。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッターは3。こいつやね、こいつバケモンやね、打たれる可能性あるからね。三振。いや小山がやばい、これやばいね。小山フォークがねビタビタに落ちるんよ。スタミナはいいやけど、フォークがビタビタやから。はい、3回戦突破。危ねえ危ねえ危ねえ。いやもう夏目ちゃんやばかったね。夏目ちゃんの逆転ツーラン素晴らしいよ。なんか持ってきてよ、夏目ちゃん。なんかあるんじゃない、ないの、ないのね。夏目ちゃんにパワー上がっただけ。まあでもそれでも十分やね。はい、次ですね、準々決勝。はい、お、知多高校前評判 B。 あ、知多はねめっちゃやってるよ。知多はあ、そう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 、神宮の決勝、春の甲子園の1回戦全部8対3、7対2で勝ってるというところなんで、まあここはね知多もねよう上がってくるんよ。愛知の知多でしょ、覚えてる。岡田、オッケー、長谷川じゃなくて池上で行くわ。ここはほんで長田行って、野村これでこれで行くわ。ちょっと舐めてるみたいな感じにはなるんですけど、舐めてないです。あの十分強いんでうちの1です。さあ行こう、準決勝、準々決勝ね。さあこれ池上が甲子園のこの準決勝ぐらいのこのレベルの高さ、うん、だいぶ強くなってきてるからね千佐高校も。え、ちょっと待って、マナーか、マナーか。あ、違うんや、惜しいな。めっちゃ打ってるからマナカかなと思ったわ。あのマナカかなと思ったわ。うちもね一時マナカおったんですが、マナカこんな年におるわけないね。マナカもっと上やもんね。立浪ぐらいの時におったんだ。外のボール球取りました。オッケーオッケー、これでワンアウト、ランナーありません。切り込み隊長ってどれぐらい能力上げてくれるんかな。まあ、結構上げてくれたらいいんですけど、まあでも多分ランナーがいなくてみたいな、先頭バッターやったらみたいな感じなのかな。ただねチャンスも B やから、岡田はめちゃくちゃ打てるんよね。はい、同点。まあ、ここのポイント、今日のポイントは池上がどこまで抑えれるかというところにはあるんですけど、ちょっと厳しくなってきたね。オッケー、ナイス、オッケー、惜しいね。今のやってたすごかったよ。オッケー、これ取れる。あ、おいち、ちょっと待って、ちょっと待って、野村、野村大阪勝ち越しを許します。2対1。まあ天才やから許すけど、いやちょっとうちね、あ、岡田がこれは、あ、おお、相手も落とす。もうなんか泥試合みたいになってるやん。 OK、野村がヒット打つ。ツーアウトなんよね。さあ持ち前の強心臓、打ってよ菊池。ここで打ったら大きいからね。同点、まず同点。ツーツー、ショートバウンドボールを掴んだ。よくないね。ちょっと5回やから今そろそろ追いつかれては。もう杉山、杉ちゃんよ、杉ちゃんよ、ホームラン打つんよ。大阪素晴らしい。打ちました。 OK、 これは、これはでもね、うち岡田が足遅いんよ。普通の選手やったらセーフなんやけど。さあ野村がヒット打つ。大阪ちょっとね、あのしっかりと、あの岡田がチャンス使って野村に回してくれないと、野村が急成長使えないから。菊池ツーベースヒット、初安打。野村オール S 計画してるんやから。さあ打ってこいよ浅村。はい、オッケー、うん、まあまあまあホームラン出んけど A はまあまあよう打っとるわ。大阪1点入りました。先ほどさあホームラン打ってる杉谷。
祭り男の本領。次はあんま出てないのにホームラン6本打ってるからね。あの結構あんまりキャラがないから外されがちの選手。さらに1点追加、5対2。バッターは1番さあ長田、持ち前の熱血が力を発揮。ここ1本欲しいぞ長田。つけナイス。いや2本目ホームラン。いや長田やばいね。いや誰がホームランをなるかな、このメンバーの中で。さあよう頑張ったよ、帰るわ。ね、まず小林1年生いきます。頑張れよ1年生。威圧感もちろん1年生。ここ押さえたらかっこいいけどね。でももともと変化球3つ持ってきて、で変化量もそこそこあるから結構いいんですよね。はい、月1年生がピンチ抑える。ほんで小林が自分でヒット打つと。ほんでここよ、小林のとこはダイソー、黒田でいこうか。大阪、はい、はい、セーフ。さあここチャンス上げての岡田、ナイスバッティング、完璧よ。ほんでもうこれ8回の裏やからここはダイソーです。ほんでここ泉行こうか。大阪で救世主を使う。さあ天才がさらなる成長を見せてくれるでしょう。今日エラーしたけども、うん、これはそのままベースを踏んでツーアウト。さあ涼介打てよ、涼介。いいよ、お前にはもう待てというサインは出さん。いけるか。佐藤、うまくさばいています。スリーアウト。最終回は野村も A は。ほんで守備がサードに行かせて、でこれで、外野じゃあ2人行こうか。これで。小林サイ。いやもう小山がねいいよね。持ち前のクセモノぶりを、小山プロ行ってほしいな。まあ、極秘の推進状をパン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 って上げたら絶対プロ行ってくれるから、やっぱこういう選手プロ行ったら嬉しいよね。ちょっと特徴ある選手。小林余裕があります。初めてじゃない、こうやって3年生で2枚看板でここまでずっとちゃんと使っておるの。結構ね、小林も、小林じゃない、小山もね、もう本当に捨てがたい選手でよく生き残った、僕好みの選手になってくれたと。ほんでこれ抑えるからかっこいいよね、小山は。見事なピッチングです。そうですよね。はい、というところで1年生の長田、まあ、逆転ツーラン打ってくれた杉山というところで、まあ、池上もね8回途中まで2失点やったんで十分よ、十分。もう池上信頼度上がらんやん。もういや岡田もね、もうミートも上がってきてるし、いや強いな、だいぶ強いな。はい、というところで次準決勝ですね。相手は、はい、はあ、来た須崎みなみね。前評判 S に上がっとるかなお前ら。これね、須崎みなみは神宮の準決勝で当たってて、タイブレイクで5対4で勝ったんかな。めちゃんこ設定で小山がビタビタに抑えてくれたっていう僕のイメージなんですけど、ね、これ浅村やね。ちょっと、うわこれきついな、長谷川普通か。まあ、ちょっとでも長谷川に頑張らせてこのオーダーで行くわ。フルメンバーで行ってどこまで行けるかやね。いや相手3年生3人しかおらんやん。どないしたん、めっちゃ強いやん。さあ来たぞ須崎みなみというところで、うち裏ね、裏ね、オッケーオッケー、いいでしょう。いやだいぶ強いんじゃない。バッターは2年生近畿のスナイパー浅村。強っ、なんやこいつ。いやもうここでビタビタ来たな。キャッチャーの肩はどうなのかな。あ、キャッチャー1年生や。あ、CCCC CCCC ってどんだけ C 多い。あ、キャッチャーはそのてかね、
3年生が全然おらん。まあ、でも浜田くんええのにね。セカンドショート、ショートは、あー3年生かぶってて、セカンドも、あー強いね強いね、いや強いな。お前らピッチャーもええんちゃん、もしかして。3年生の中村もいいと、田中もおーすごいね、岡田もいいと、え、じゃあ岡村ね。いやお前ら強いな。とりあえずはでも盗塁ができるのは唯一の、ちょっと待って、なんで、いやちょっと待って、これやばいぞ。2回の裏、いやこれうちね浅村魔物ってなってるんですけど、魔物は禁止やから、どうやって点取るんやろ。とりあえずこういう時こそもうスモールベースボールを出すしかないから、掴みました、これでワンアウトランナーはありません。とりあえず行って、オッケーオッケー、守った守った、誰、岡田、フル吉田、岡田吉田のホームラン、まあ相手に打たれたけども、いや岡田お前このピッチャーよう打ったなお前こんなピッチャー打てんやろお前。いやいいね、先制ツーラン。さあここやぞ、ここ中盤にかけて点を重ねていったら相手がもうね諦めるから。まあまあしゃあないしゃあない、ここはしゃあない、オッケー、お、チャンス作ってる。大阪、しかもランナーあれじゃない？小林じゃない？オッケーいいね、小林走る、超スローボール、超スローボール使ってきたら絶対いけるよね。精密機械、さあここは精密機械、斉藤いけよ、ここ絶対打て。いやいいよいいよ、抜けた、さすが斉藤さん。いやいいね、いや取るんかな思ってたらしっかりと抜けてくれましたね。うん、取るんかな思ったらしっかりと抜けてくれました。さあここやぞ、ここ畳みかけゾーンやな。あーミスた、まあいいよいいよ、引っ張りでいこうか、お前ずっと引っ張り好きやから。オッケーオッケー、まあこれはいいわ、進塁だから。長谷川ね、いやこれちょっとピンチチャンス上げて転がせで1点取りに行くわ。ちょっと今1失点で頑張ってるから長谷川が、うん、無理に流れを変える必要はない。そう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 、いいよ、2アウトまでいってるからね。相手1年生、おお、そうどうやったらこんな1年生入ってくんねんお前ら、ズルしてるやろズル。おから、オッケー、ナイス、菊池のカバー、はいナイス、いいよいいよ、お前絶対打てよもう浅村、ここで一発打たんと、もう全然打たない浅村。岡田がツーランホームラン打ってんねんで、お前ら見習い岡田を。この辺から厳しくなってくるよね、投球自体ももう91球いってるから。 OK、 尾崎、はいナイス、軽快な守備を見せました。だ下手しい789を小山に任してもいい。はい菊池、はいうまい、アウト、スリーアウトチェンジ、オッケー、いいねいいね、ここいいね、ここ代打やわ、代打誰行く、夏目やな、お前やな、ピンチヒッター夏目、行こうか夏目。さあ持ち前の逆転ツーラン打ったもんな。いやこれも行く行く、あー取られるか、惜しいな、一瞬また行ったんかな思った。岡田今日ツーラン、いやすげえなお前、いいぞ、いや打つ、チャンス強っ、でもセカンド行けない、足遅すぎ。今日ホームランさらに打ってる吉田、打てるかな。いやちょっとね天才出せてないんですよね今日、出したい、どこで出そうか迷ってるんですよ今。いやーこれ岡田足遅いから、いやーゲッツー、どこで天才出そうかな。
ね、これは小山ね、小山一本。はい、三者凡退。はい、菊池ツーベース、 OK。 ね、杉山のとこ行くわ。頼むぞ、打てよ。足打ち、どうだ、ファール、いけるか。ストレート、バッターは3年生杉山。ちょっと良くないよね、浅村が。さあ、野村健行く、急成長なる、センター返しで打つ、切れていきます、ファール、しました。これは、あ、打てないね、まあ、まあ、知らないわ、これは。これで2アウト、ランナーは2。小林んとこも代打、泉、バッターは代打。さあ泉、黄色い線を背中に、ここまで頑張ってきたやろ。OK、初戦ではさよならホームランも打ったしね。ああ、三振ね。OK。はい、というところで、最後、守備をちょっと固めていきたいなというところで、泉をサードに行って、で、ファーストを、ファーストが、あ、間違えた、間違えた。ファーストが、ファースト、浅村。で、キャッチャーが長田で行って、で、これで、行こう。ほんで小山が2アウトまで頑張ろう。ピンチヒッター。さあ、ここは相手に揺さぶりを、流し打ち、これは落ちるかな、ファール、オッケー、危ねえ、いけるよ。小山やったら三振、打ちました、ピッチャー、オッケー。ただうちは守備がビタビタにうまい。これでワンアウト。なめんなよ、うちの二遊間。さあ、リプレイです。いや、ほんまにうまいよね、うちの二遊間。はい、取ってのくるりとパーン、球が速い。やっぱね、守備がいいと、やっぱ送球が速いからいいよね、肩がいいとね。はい、ツーソー、ピッチャー返し、抜けた、オッケーオッケー。ナイスバッ、バッターは相手も名門やからね。引っ張った、オッケー、浅村、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、よう取った、よう取った。もう置かれたらファーンって後ろ抜け取ったわ。ほんで、小山、まあ、で生かすわ。あ、ちょっと待って、高橋、あ、まあええわええわ、これで小林、知らない、まだ無理。さあ、持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。池上はね、多分ね、普通に頑張ったらね、そこそこ抑えるから大丈夫。はい、クロス取れよ。はい、オッケー。さあ、準決勝も突破。はい、というところで岡田がツーラン、そして吉田がソロというところで、まあ、あとはね、しっかりと打線がつながったというところで、相手前評判 S やったんですけど、撃破できたというところで、素晴らしいですね、これ波に乗るよ、多分。さあ、最後決勝ね。はい、また来たわ、 S2 回も来る、2回も S 来る。しかも3回戦で強いところと当たっとんよ、うち。もう鎌倉義塾でお腹いっぱい、まあ、鎌倉義塾と須崎みなみでもお腹いっぱい、もう丘だよそりゃ、当たり前やで、なめんなよ。これでちょっとノムケン調子いいから、ノムケン生かすわ。ノムケン生かして、小林がこれ走れるから、で小山ノリノリなんよ。お前絶対ドア上げ投手さしゃるからな、ドア上げさしゃるから絶対勝つぞ。相手も1年生2人出とるわ。点を決める戦いが今始まります。さあ、大栗の小田原商業ということで、内裏ね、 OK。 長谷川初回は抑える、絶好調やからね。右の1回の裏、大阪攻撃に入ります。さあ、見ましょう戦力、岡田、うん、ちょっとだけ、ちょっと待って、ホームラン爆裂に打ってる6番おるんやけど、いや誰だって、こいつですら40本でしょ。ああ、ムード良くするやつは良くないよ。ムードは良くしていかないと、盛り上げていかないとね。おお、強いね、広角打法、アウトコースヒッターね、オッケーオッケー。お前やねん、お前、なんでお前6番打っとんねん。パワー S、 ミート A、 走力も S、 守備も S、 なんちゅうやつや、お前。キャッチャーは、まあまあまあ、パワーはないけどチャンスは打てる。なんでお前が5番やねん。まあ A は相手にとって不足なしじゃい。初球から打ってった、中間へ持っていきましたが、いや惜しいな。でも岡田がちょっとね、いい当たり打つようになってきてるよね。だどんだけ OK、 ナイス、まず2点、誰、
ノムケンやんか。大阪ノムケンやるね。1年生。え、ピッチャーは強いん弱いん、強いん弱いん。能力ビタビタやけど一発寸前スロースターターって一番良くないやつばっかりついてるよ。大丈夫？この牧野くんは強いの弱いの？あー強いね。パワーは野手能力が強い牧野くんね。うーん、強いか弱いかわからん。お前いやー、オッケー。って結構一発あるから下手しいホームラン打てるかもしれんね。まあまあ1点返される。いや、連続ヒットだけでその後全然打てたないもんね、うち。いや、岡田もね当たっとんよね。いや、やばいな、ここやな、ここやな。ミキ来たぞ、ミキ。こいつ来たな。なんで代打丸やねん。怖いわ、こいつホームラン打ちそうで。もうやばいやばいやばい。2アウトランナー2塁3。いけるか。三振取ろう。いいよ。OK。 154キロ直球。はい、菊池ホームラン。はい、一発持ってるからね。一発持ってるからそこ行かれるんよ。そこが狙いよ、うちの。ノムケンかランナー。まあ、しゃあないわ、走れんわ。OK。 これ犠牲フライになるでしょ。どう、いける？あー、無理か、無理ね。これでツーアウト、ランナーは一塁三塁。尾崎いけるか。さあ、持ち前のファイトが全面に。これ何点あってもええぞ。ちょっと相手強いから。ミキ無理か。ミキうまいもんね。ミキ守備 S やから。オッケーオッケーオッケー。またピンチね、またピンチね。いくらでもピンチ迎えるよ。井上は1年生。これ1、2番1年生やからチャンスよ。打てるはずがないよ、うちの長谷川を。2塁タッチはセーフ。1年生なんかレギュラーにするからや、まあ、うちも2人してるけど。はい、三振。残念、1年生が打てる球じゃないんよ。はい、これもアウト。ここね、さ、まあ、ヒットは今日出てないけど十分よ。転がせで塁でよかいかい。高橋健、高橋健、高橋健、ちょっとタイムタイムタイム。おお、強いね。ただお前ら一発持ちチームやねんな。一発持ってるやん。一発よくないよ。前剣も一発持っとったけどバチバチ打たれたからね、ホームラン。ランナーありません。あ、吉田出る。さあ、菊池がホームラン10本乗せたね、ついに。最後の最後、決勝でね、乗せてくれましたね。お、打点も60いったと。あー、これは惜しいね。オッケーオッケー。さあ、ここで、浅村ツーベース。それないですね。浅村んとこダイソー泉行こうか。じゃあ大阪、黄色い声援、代打夏目行こうか。代打は夏目。幾度なくチームを作ってくれた夏目ちゃん。いや、これは、あー無理ね。オッケーオッケー。取りました。これでワンアウト。さあ、次飲むけん。飲むけんいいね。いや、もうちょっと打ちすぎよ飲むけん。二塁タッチセーフ。いいよ。インコースだね。まあ、しゃあないね。斉藤打て、ここで打ちました。おお、画面が揺れたね。オッケーオッケー、振り逃げラッキー。今拾った大阪直も。尾崎は帰れん。尾崎はもう最後の最後まで帰れんかったね。やっぱショートってやっぱどれだけ重要かっていうのが分かるよね。タイムまで。タッチセーフ。はい、フォアボール。バッターはよう投げた長谷川。代打や。
行こうか高橋1年生さあショータイムが鳴り響く中で一発打てるかうおーマジか1年生甲子園の決勝で代打満塁ホームランこの確定弾は強すぎでしょうやばいなお前1年生やぞ打ってない打ってないお前が打ってないわいい当たりは打ってるまあまあまあいいでしょうはい最後ですね高橋を岡田ちょっと折らせたいからまず池上生かすわ OK 長谷川降板マウンド上ピッチャーは何話の速球王池上何話速球王になったんやなもうまずはこのね52本打ってる高校通算52本打ってるやつをねじ伏せようぜはい OK ワンアウトいい当たりでしたがショートゴロに終わっていますね守備交代長田出したいんやけど最後キャッチャーはやっぱ吉田で終わらせたいからもうこのまま生かすわやっぱ3年生の最後の夏ってやっぱ3年生重要やからやっぱ最後の試合ね並んでね笑顔で終わりたいもんねさあ見せたらよ小山お前のビタビタのフォークで168よね168に150キロのフォーク打てるわけないでしょ高校生がサードグラウンドで取りましたメジャーリーガーも打てんわこんなさあ行けはいフォーク落ちるね見てても落ちあのゲームやけど落ちとるもんね167さあ最後は170おいちょっと待ってよもうそれで最後なんよこれで最後やのにそんなところでエラーすなまあええけども170投げてないでこっちははい菊池が最後は取って岡田に投げての夏の甲子園エース長谷川ストッパー小山菊池吉田いや3年生すごかったね斉藤尾崎もいやなんと言ってもでもねやっぱ2年生1年生強いよこの世代もうだって最後決勝1年生が代打満塁ホームラン打つからねいや化け物でしょしかも確定弾よラッキーパンチのホームランじゃなくてバックスクリーンよいやー菊池ようやったねでもいや菊池の世代は最後ね3年間じゃあ1年間無敗やったから連勝記録も伸ばしてくれたしねいやよう頑張ったよまずは夏の甲子園岡田1年生の夏無事制覇いたしましたとはい、というところで菊池がね最後に10本ホームラン10本目のツーランホームラン、そして1年生の高橋がホームランと満塁ホームラン打ってもう試合を決めたというような流れにはなりましたねもう素晴らしいあ斉藤チャンス D に下がったもう別にそれはいいですあ菊池人気者浅村チャンスメーカーチャンスメーカーいいね積極打法ねオッケーオッケーいいでしょういやこのチーム結構強いよまあでももう一回させてみようかじゃあ更新させるわはい池上泉浅村というところでまあ池上でいこうかはい打撃ですいやー素晴らしかったねはい、というところで今回は夏の甲子園1年生の夏の甲子園をやっていきましたもうだって新チームになっても打撃はめちゃくちゃ強いからね次も多分ねいい結果残してくれると思いますでまあ3年生が引退してしまって能力見れないんですけども、まあ、夏の甲子園といえばもうねしっかりと打ってくれたのがやっぱりこの1年生のみんなやねノムケンもしっかり打ってくれたしあとはねなんといっても高橋どこああオッケーオッケー甲子園ねまあ打席は1回しか立ってないけどそれで決勝でねホームラン
代打満塁ホームランって言うんだから、代打丸も満塁男も持ってこいよな、決勝でやってねえから。というところで、次回はですね、浅村が2年生で新チーム、そして岡田と、なかなかね1年生中心のチームになるんじゃないかなっていう予想はできるんですけども、次第3話は秋の府大会、そして近畿大会目指して、で神宮とやっていきたいと思いますので、また MK の休日エマサをよろしくお願いいたします。それではまた次の配信でお会いしましょう。橋はマサでした。